ひとまずおめでとうと言っておくわ。セカンドバウトにも必ず出て私と戦うのよ。気が早いな。君は第6席で僕は元7席だ。そんな向きにならなくても。もうとぼけなくて結構。私があなたより上の席次なのはあなたが本気を出してないからよ。あやとりとお手玉どっちがいい？お？ねねちゃん、これは何？あ、それは雅楽の楽器で流笛っていうの。吹いてみる？最初は音を出すだけでもとても難しいのよ。うん。あなたは昔からそう。私が時間をかけて覚えた技術をさらりと身につけて、なのにどこか余力を残している。私にとってそれがどんなに惨めなことかわかるかしら。だから私の腕で示すわ。私たち第91期生最強の料理人は誰なのか。ごめんよ、悪いけどそれは無理だ。なぜなら君はその前に雪平相馬という料理人に負けるから。おっと、ここで雪平相馬が何か取り出したぞ。巨大鉄の部です。豪快に燃え盛る炎へ。ふっとー、まさか本当にカップ焼きそばだな。じゃあ仕上げいきます。おい、あれそば、嘘だろ。焼いたー。せっかく打った二八そばを上品な風味が全て台無しだ。雪平相馬くん、あなたはここで終わる。所詮はその場しのぎの木をてらった皿。一色があなたに寄せている期待もろとも打ち砕いてあげるわ。